います。それまでちょっと拙い読みですが申し訳ありませんが、ちょっとお付き合いいただければと思います。いや、それでは、エピガーヤブエル、エルフェルドじゃない、エルフェルドって言っちゃうな。ヤブアンサー対、ライアンハンターさんのベノムとなります。まあ、海外勢ということで、まあ、KSB もあるので、こちらの方に来ていただけているそうです。さあ、開幕か、ガスはお互いのうち、動いてるな、ヤブアンサー。さあ、テイクダッシュコンボ、しきっちり決めて、ここでバスを。金イエス、生成に対してバスを合わせていく。ハンコ待ち状態に弾が引っかかってしまう。さあ設置したいが臨時書通らず、なんとかうまく企画を通していきたいところですが、さあ触ってるのはアンサーエースからロック立ちハイすら走って刻んでいく。派遣者に S ハイ中空ダッシュコンボ決めてロッケ拾い直し、しっかり成功して肩叩き画面足落としている。甘くなりからエース立ちハイロマキャンをフォローしている。ジャンプ S からここはコンボいけず、スティンガーは直下している。当て身が空中投げ捉えているのはライオンハンターさんのベノム。かなり攻めも弾の生成もバランスよく使いこなしていくといったかなりいいプレーですね。さあ投げから 6P ジャケン弾きからバックダッシュ、ジャンディ弾いて当てて、さすがにこれ以上はもらえない。バストキキャン空中投げチップのような動き、バックダッシュちょっと様子見揺さぶっていくがしっかり刺していく。ロッケからジャンプ D、 ハンコ待ちじゃない肩叩き。そうですね、確かに色的には009ですね。さあ6回したらダウンを取って差し身弾き、そのままジャイス高速で弾いてくる。ここで S 差し返している。 S から2杯すら空中足コンボ、かなり練習したのでもうこのコンボはお手の物。レショーからユーリフレー取って、ユーリフレーじゃねえか、隙間を開けつつ攻め継続、口投げ捉えて画面端、派遣者にいや行かず通常技で殴っていく、取り返していくヤブアンサー。はい、B バンダイ勝ったチャップさんですね、おめでとうございます。それでは、続いて呼び出しを行っていきます。 B バンダイ U さんの回と TSB ブレイズさんのレイブンとなります。 U さんいらっしゃいますか。ゆうさん、はい、TSB ブレンズさん、はい、ゆうさんと B 番内で試合となります。じゃんけんで 1P に 1P 決めてやってください。あ、大丈夫かな。はい、よろしくお願いします。さあ実況戻ります。目の前に名刺が落ちてるぞ。ここはなんとか生かしていきたいところですが、ムササビ飛んできたところをカーカス捉えている。カッたのはライアンハンターさんのベノムとなります。おめでとうございます。はい、それでは A 番台呼び出しを行っていきます。じゃあ先ほどちょっと、呼び出しを行ってきましたが、いませんでしたので、もう一度呼び出しを行います。ザ・アームさんとケロピーさんのバイケンですね。ケロピーさん、じゃあ、ジアームさんでよろしいですか。はい、失礼いたしました。と、ケロピーさんですね。はい、あ、じゃあこちらの上席前まで、今、ちょうどこちらにジアームさんがいますので、A 番台で試合となります。こちらの A 番台で、はい。私に英語力を求めてはいけません。ちょっと仕事の方で前外国人の方と海外の方と話す機会があった時に、まあなんか俺の方で英語喋れませんっていうことを言いたくて、I am not English って言われたら、そりゃそうだろみたいな顔されましたね。まあ私はイギリス人じゃありませんって言ってましたね。俺的にはなんかニュアンス的には僕英語喋れませんって感じだったんですけど、 I am not English って言ったらそりゃそうだろ、ははみたいなね、そんな感じで言われました。
ということで、始めていきたいと思います。ではそんな海外勢の、ジ・アームさんとケロピーさんの売券が試合となります。開幕お互いバックジャンプ様子見、ジャンピーお互い押していましたが競り勝っているのはバイケン。さあしっかり足払いからダウロ、ここでバースト、ジャンペスガードして下で待ち構えているが体験に引っかかってしまう。画面端コンボこのまま張り付いてダースアタック、このまま置き攻めが始まってしまう。まあアザミもあるのでどっかで割っていきたいところですが、キングスジャンプ D ループコンには行かず、そのまま上級陣ダースアタックとしてもう一度セットプレー、いやここでトランシですね。残らないか、さすがに残らなかった。まずは一発選手ジアームラムレトル、開幕ジャンプ D ガードしてジャン S 通していく、ジャンプ D は当たらず、ジャンプ D ジャン S ガードして 2S が引っかかってしまう。田島広いしっかりできている。ここでバースト空中投げ捉えて畳はせずそのまま通常で置き攻め、畳返しヒットして空中投げ捉えている、しっかり上を見てジャンパイ重ねて畳返し、ここでテッドングル前に出てくる、直が押していったが出さなくダウン1になってしまう。ジャイス差し返し紫相打ち、体験引っ掛けてコンビネーション裏に回ってしまうがしっかりアドリブコンボ、テイクダッシュジャンピー通して置き攻め、このまま通して終わってしまうか、やはりいやエクスプロードですね。バーストもあったので難しいところでしたがしっかり判断していきました。勝ったのはジ・アームさんのラムレザーとなります。おめでとうございます。 B 番台はどちらでしょうか。はい、はい、TSB ブレイズさんの勝利となります。おめでとうございます。そしたらじゃあ俺どっちかでやっちゃおうかな。じゃあ、A 番台トゥーリオさんのイノと中山さんのジョニー A 番台で試合となります。トゥーリオさん大丈夫ですか。あ、のじ合いしてますかね。中山さんはどうでしょうか。あ、大丈夫ですか、すいません。中山さん試合ですが、いや、この後ですね、トゥーリオさん、中山さんの試合が終わった後はこのまま、B 番台 A 番台を使ってガンガラさんとホッサさん、フモさんと TKG さんのジャムが試合となりますので、もし 2P の人、あ、カード忘れました。はい、了解です。 2P の人は今やってたのは、TSB ブレイズさんの、あ、TSB ブレイズじゃない、ジアームさんですね。ジアームさん ID カードお忘れですかね。はい、では B 番台は、じゃあ俺、エイジさんいらっしゃいますか。エイジさん、はいと、私平岡会議が試合となりますのでよろしくお願いします。さあ6か4で表現で降りてダメージを稼ぐ、画面端投げて、さあ2杯から固めて、あっと 2P で暴れてバースト使って立ち合い、ヒットするが口出し出ない、コインでレベル3、さあ 2S 引っかかってコイン当てて上段当ててダウン取れない、2段目当たってしまう、6回置いてあるがこれは素晴らしい。さあ返して下段通す、さあ次は下段とガードして機関使ってダッシュヘッドアングル使って、さあ差し込んでいく、 2S 刺さって1本取っていく、トゥーリオイノ、さあ 2K2S、 さあ 2S カウンターからステップして投げる、ジャンプ D ミスとか出なかったか、ちょっともったいなく感じてしまった。さあ画面を背負ってるのはジョニーですが、2杯がカウンター、おいしい、タッチピーで落としていく、さあ立ち合い使ったところにニエスが誘って、さあ下段、さあ時刻の時間、コンボ決めて、あーっとこれはジャンピー潰れている、消毒が潰れて、あーっとこれジャンピー当たらない、さあエースに音符が引っかかってしまう、音符当たって、さあブリッツカウンターからバースト使ってマイピーカウンターからダウン取って、裏ブリッツ取って立ち系立ち合いレベル3、さあダウン取って 2S2 杯当たってる、タッチジャンプ系立ち系エンス1本取り返し、中山さんのジョニー、
さあジャンプ系、足払いにジャンプ系刺さって、さあこれはダメージ取って、画面端下段がジャンプしている。オッケーカウンターから素晴らしい。さあこれはキャン使ってダウンを取る、素晴らしい。これは読んで、デッドアングル読んでいる、これは痛いぞ。さあバースト溜まって、即座に使う。ゲージはちょっとジョニーが厳しいか。あーっとこれはうまく投げた、キキャンにターチ系刺さってしまっている。キャン使って、あーっと縦引っかかって、タチ、勝ったのはトゥーリアさんの犬。もう手癖の悪い子ね、あんまり置いてもすぎるとファストレートにしちゃうわよ。さあそしたら A 番台で、ガンガルさん対、ホッサさん、ガンガルさん対ホッサさん、A 番台でやっていきましょう。で B 番台で、フモさんと TKC さん、フモさんと TKC さん、 TKC さん、フモさんと TKC さんいますかね。あ、はい、TKC さんはいる。フモさんいますか。どっかで対戦中かな。あーそこでいた。あ、すいません。あ、ごめんなさい。でですね、今こちらの、フモさんと TKC さんとガンガラさんとホッサさんの、対戦で0回戦が終わりますので、この後1回戦に入っていきます。1回戦はですね、メイマスさんとチャップさん、ライアンハンターさんとロイさん、首輪さんと、TSB ブレイズさん、その後トゥーリオさんとヨシキさんと続いていきますので、準備お願いいたします。さあ開幕、エース刺している。エリアル S ハイビーパーきっちり捉えて、2敗すら受け身狩りはこのままガード、超電眼とりあえず飛び道具を置いていく、弾を巻いて走ってくる。早草は弾で落とされてしまう。よすみ早草スタンエッジ寄せつけないように丁寧な立ち回り、裏から6敗すらカウンターぶん殴られて一瞬、よすみバスを警戒、足払い届かず。スタンエッジ早草に対して先ほどから押し置きしていく。2系金 S6 敗すら2系 2S、はやぶさカウンターヒット、足払いから大き攻めが始まる。下段下段金 S 下段から足払い、ダウンは取れず。対空マイピーカウンターヒット、ここでバーストジャンプ D、 上半身無敵を使って勝利権ですね、避けていきましたが、ガードされていますが、気づいてはコンボに行っているのはホッサクム。中段立ち合いすら2段目当たって赤シーン、赤シーンミスのないコンボ、一本選手ホッサクム回復、足払い、この回避、ジャンプ D 置いてある、ジャンケー、コパンから 6K、 6回すら固めが続く。エース先端から2回すらカウントヒット、おいしい。足払い、空振って、はやぶさ落とし、裏からジャンプ D 殴って、逃げ逃げ、はやぶさがカウントヒット、超電眼、起き攻め、食らってしまった。しかし、食らい逃げるのが私になる。ニエス、追っ払って、スタン、機関から、はやぶさ落とし、受け身狩りじゃねえや、体育スラッシュですね。ジャンプハイスラ落としてから画面端、この位置はまずいか、しかし中央の方が組むはリターンがでかいような気がするので、まあ画面端も頑張ってしのげばといったところでしょうか。スタンからシエルですね、締めて投げている、チャージ重ねて裏のマイピーで地上殴っている。ジャンプハイスラカウンター、マイピーカウンター、ここでバスト、まあ、ゲージもあったのでいい判断だったでしょう。さあ真剣ヒットして、ここでバスト直画しているが、ロマキャンしっかり確認している。赤シーン、赤シーン、いや赤シーンじゃない、青シーンだったが、そのまましっかり確認。エリアル勝ったのはホサクム。どこかでぶっ込んできていった感じでしたね。さあね、B 番台の方です、終わりましたらこちらは負けトーナメントの方進めていきたいと思います。では1回戦入っていきたいと思います。 A 番台、それではお待たせいたしました、チャップさんのチップとメイマスさんのレイブンですね。メイマスさん、あ、いますね、はい、チャップさん、チャップさん、あ、いらっしゃいますね、はい。では A 番台で試合となります。では、この後がですね、ライアンハンターさんのロイさんが A 番台で試合となります。
準備だけお願いいたします。はい、では B 番台勝ったのは不毛さんですね。おめでとうございます。それでは、B 番台呼び出しを行っていきます。リュウチ、あ、違うな、リハビリ勢さんのスレイヤーとケロピーさんの売券ですね。リハビリ勢さん、はい、ケロピーさん、あ、後ろにいますね。では B 番台で試合となりますのでよろしくお願いします。はい、では戻ります。メインマスさんとチャプさんですね。アルファ抜けていく、表タック、ドリキャンを使って裏タックではなく表タック見せていきます。画面に張り付かず表タック、ジャイアンスジャンプディ、アルファ壁アルファから2杯すらしっかり仕込んでジャンプディ受け身狩り、空中投げを狙っていくが大失成功。このままセットプレーで行かれてしまうか。さ、ロマキャンを見てからしっかりこちらもメイマスさんもロマキャンを使ってバッケンを止めていきます。さあバッケンをアルファ、アルファプラスで抜けていく。この辺の反応は素晴らしい。さあ一方選手チャップチップ、柵眼脚からアルファ抜けて裏タクは避けている。タックからダウンは取れず、ここでバスト消えて見えない、手裏剣当たってしまった。ジャンプディ落として結構強いね、対空潰しになったりします。さあうまい、いいアドリブコンボ、差しまで拾ってダウン打ち成功、リヒト当てていく。思ったから佐久間はガードして足払いから転移、林利権ちょっと一瞬様子見が、エルドライヤー食らってしまった。さあ今度は下を舐めてしっかり使っていきます。まあなかなかね、エルドライヤーはゲージがない状況で打つ機会が多かったんですが、今回は結構興奮度がたまりやすいので、しっかり刺す、ガシガシ刺していきます。さあ S バッケは飛んではいないのでし、お仕置き食らってしまいますが、滑空からは返していく、取り返していくのはメインマスレイブン、展開が早い。最終ラウンド開幕、裏転移しっかりジャンプファイスラー、滑空手裏剣に当たってしまう、ジャンプディ落としてリフトは当たらず、転移転移裏からここされ一気にモリモリと興奮していきます。バッケンは飛んでいない、空中戦タッチパン落として消えてダサタックは届かず、滑空見てから前 B クナイで投げてダウン打ち、ジャンプ系は当たらず、足払いから列車ガンマ危険からかなり発生が早いので少しのボタン押しと食らっちゃいますね。マイピー足払い地上くらいではなかった、マイピー2杯すら当たらず、滑空通してキンエス2杯すらグラウザームインプルス、ここされ暴れ読み、滑空通してコパンコパンバースト読んでいるがエリアルいけず、滑空もう一度攻めて、あ勝った、はい2番台勝ったのはリハビリゼさんのセリアさんです。おめでとうございます。ではこのままヤブアンサーとエイジさんのジャック王となります。ビバナで試合となります。エイジさんいらっしゃいますか。エイジさん、エイジさんはいらっしゃいますでしょうか。はい、ですね、1回戦、負けてしまってもまだ試合がありますので帰らないようにお願いをいたしますと、イテルシに変わったのはメイマスさんのレイブンとなります。おめでとうございます。変わらないという恐怖を共有的な。それでは続いて呼び出しを行っていきます。 A 番台ライアンハンターさんのベノム対ロイさんのソウルとなります。よろしくお願いします。ライアンハンターさん、あ、いますね、大丈夫ですね。ライアンハンターさんの後ろには海外勢の仲間のセコンドがついております。しかしロイさんの背中はどこか寂しげだ。開幕リボルバー空中ヒット着地してブキラジャンプハイスラーからの
あ、裏に押してしまった。ちょっと当たりの位置が悪いとこうなっちゃうんですね。さあしっかりバタイコンボ決めた後に返しているのはライオンハンターさんのベノム。立ち合いがここにバスト、パフニール絡むってロムラサキからのマイピー先制して弾いて位置を入れ替わる。カーカスガードしてジャンプに弾き空中直下、裏からジャンプ系殴ってブリンガーロモケンはせず走って、マイピーはスカってしまったが裏から確かに殴っていく。ジャンプ系重ねてリボルバー投げて2敗するからしっかりエリアルコンボ弾いて奥攻め、このまま 2S 弾いて投げ、いやらしい。立ち合いすらもう一度立ち回り弾いておしゃれ。ジャンプ系弾きはできませんでしたがバックダッシュからしっかりフォロー。ジャンプ系ジャン S 足払い、 P 先生、 P 先生じゃねえか。ダケンジル決めて取って、いやガード間に合っている。途中でちょっと隙間が空いたのでガードが間に合った形ですね。なんとか難を逃れた形となる。デストグル返して走って足払いカウンター、空中足コンボ、コパンコパン駒が刻んでリボルバーガードさせて足払い、ダブルヘッドモビット出してバストギリギリ溜まっていってましたがスティンガーまだ残っている。弾いていく一本選手ライアンハンターベドム。はい、では B バンダイ U さんの回と、ガンガラさんの回のミラーマッチとなります。ガンガラさんと U さん、 U さんいらっしゃいますか。 U さんの回はいらっしゃいますでしょうか。 U さん、U さんはいますかね。 U さんの回いらっしゃいますか。試合ですのでB バンダイ付近までお越しいただけると助かります。それじゃあ一旦飛ばしますね。そうしましたら、じゃあ先に中山さんと TKC さんやっちゃいます。中山さん、中山さんいらっしゃいますか。中山さんと、TKC さん、 TKC、 あ、いますね、ごめんなさい、どちらでしたかね、失礼いたしました。中山さん、中山さんいらっしゃいますか。あ、いらっしゃいますね、ちょうどすぐ近くにいましたね。では B 番台で、試合となりますのでお願いいたします。では、A 番台勝ったのはライアンハンターさんのベノムとなります。おめでとうございます。はい、ではそれでは呼び出しを行っていきます。 A 番台、TSB ブレイズさんのレイブン。 TSB ブレイズさん、はい、首輪さん、首輪さん、首輪さん、あ、いますね。TSB、あ、はい、あの、青い T シャツを着た方が TSB ブレイズさんです。いや、A 番台で試合となりますので。あ、ジャッキーがわからない。1P、1P、2P 決めて。いや、続けて呼び出しを行ってください。ユウさん、ユウさんの回はいらっしゃいますか。ガンガルさんと試合があるのでお越しいただけると助かりますが、まあちょっと待ちます。ユウさん、もし聞こえていましたらビバンダイ付近でお集まりください。さあ、それでは TSB ブレイズさんと、クビアさんの試合となります。先日トゥリオさんとあと陽介さんとやってるのを見ましたが、すごくうまいですね。まあ、あの、今回いらっしゃってる海外人の皆さん本当にうまいので見応えのある試合となると思います。さあ、一瞬バスト待ちましたが金バスト通すことに成功。いらっしゃる、グラウザーもインプルス走って、もう一度ゼストを警戒、グラウザーもインプルス投げてシベルスブレイクキャンから攻めていきますが、ヨスミン距離取ってジャンプ D、 ジャンプ S か。さあ、タシパン 2S2 敗すらハリキャンから位置が入れ替わる、すごい形で鋭角に入れ替わりましたね。さあ、まずはバッケンじゃねえよ、ベルク、いや、バッケン掴んでいる。もうなんかどっちがどっちか分かんなくなってくる。ジャンプ系を立ち合いすら割って2敗すら一瞬回す、カックで抜けていく。さあ、リヒト投げて、ベルク投げて、ベルク投げて、ベルク、しかしアイスフィールド張ってるね、球は通らない、ゆっくり近づいてくる。じりじりとした怖い立ち回りですね。一度捉えてしまいまでた形ですが、6回すらカウンターヒット、バウンドは拾えず、しかし2回すらドプラス吸って髪端、家を投げてバストをここで使っていく。さすがにこれ以上は食らえないか。さあ、カルバドス、このまま
鳥かごが続く。いい、食らってしまって、サンハイスラダウン取って空中攻めていく。地上エースからサンハイスラガード、カルボドス、ゲージがめちゃめちゃ多分このままカルボドス食らってしまって、ドボロス吸って、どうなる、このままクロックアップ、おともとセットでバレーボールが炸裂まくっていった。とりあえずまず一本選手、首はジャックを、名前がちょこちょこ変わるので首をさって言っていいかよく分かんなくなりますね。前ダッシュで抜けてくる、バッケン、ちょっと待ってからいやらしい、確かに広い、グラザムインプルス、地上投げ、投げているのはレイブン、ジャンプディ落としてシャルククーゲル、タックニュース見ている、テクダッシュコンボ真下に落とす、いえサンハイスラ待っている、タックガードさせてグラザムインプルス、赤キャンからカック、赤キャンからの下段毒、シャルクーゲル投げてエースグラザムインプルス、ちょっと待っている、ニエスしっかり対空見て、アイグスフィールド張ってマイピー届かず、2敗したらグラザムインプルス、タッチパン中距離差し合おうとしていますがなかなか噛み合わない感じ、ジャンプ2K 落としている、ビバナイ勝ったのは TKC さんのジャムとなります、おめでとうございます。それでは U さんの回、 U さんはいらっしゃいますか、 U さんはいらっしゃいますか、あ、いますね、よかったよかった。では、ガンガルさんですね、今ちょっと後ろにビバナイで試合とありますので、ね、よろしくお願いします。はい、失礼しました。では A バンダイ勝ったのは、首屋さんのジャックを取ります、おめでとうございます。ではこのまま、A バンダイトゥーリオさんのイノとヨシキさんのレイブンとなります。トゥーリオさんとヨシ、あ、いますね、大丈夫ですね、ありがとうございます。それでは 1P 側が吉木さんのレイヴェン、 2P 側がトゥリオさんのイノとなります。開幕垂直ジャンプ、滑空をジャンパイされて落としている、縦蹴みから中段ジャンプ系通して縦蹴み、ちょっとコンボ失敗してしまうがジャンパイするカウントヒットフォローしっかりしている、敗北からもう一度立ち合いアプローチ、シャルクーゲル、カック、本体がセットで攻めてくる、エースからバッケンは前飛びジャンパイしたらしっかり対策、前 P カウントヒット横蹴みを前 P でぶん殴っていく、ジャンプ D リフトダウン位置、立ち合いしたら当たらず、エース 6S ですね、横蹴み機関から 2S 拾いしっかりして、どっちドリキャン、ホルキャンですね、金パスト縦蹴みを透かしてグラザムインプルス、カックジャンピー透かして、このままリバーサーを誘っていきましたが最後の最後一発一番遠いところが当たってしまった。まずは一本選手トゥリオイノ、マイピーしっかり見ている、ちょっと遅れてしまいましたが着信にマイピーが当たった形ですね。シャラクーゲル当たらず、強肩直がしているグラザムインプルス、横蹴み刺して裏ジャンケジャンプ蹴って逃げ、ブリッツブリッツ返し溜めている、さあ競り勝っているのはヨシキリブン、シャラクーゲル投げて 2K からカック固め直し、もう一度カックカウンタヒット、グラザムインプルス、ロマキャンからエースバッケン、マイピー広い、おしゃれシャラクーゲル、さあケミカルが見えていましたが弾に当たってしまい取り返していくヨシキリブン、開幕バックジャンプをジャンパイしたら取られていくがマイピーお互い体育取っている、カックから通してキエス足払い、グラザムインプルス前ジャンプカック投げているのはイノ、音符重ねてどっちだ、ジャンプ D、 もう一度やはりやった、限界から大ダメージ、ジャンプしたら縦蹴み、タチパンもう一度拾い出してジャンプしたら強肩落として、タチパン透かして下段いやらしい崩し、消えすぎるから縦蹴み、バーストもきっちり読んで勝ったのはトゥーリオイノ、おめでとうございます。はい、B バンダイ勝ったのはガンガラさんの回ですね、おめでとうございます。
それでは A 番内呼び出しを行っていきます。ジアームさんのラムレザルとゴンザブロさんのファースト。ゴンザブロさん、はい。ではこの後ですね、 A 番内平岡海アイン海の対戦と、その後ホッサさんのカムアクローマさんのザト、フモさんのエルフェルト、リュウちゃんさんの俺 L って書いたけどソルだよね、リュウちゃんさんね。なんで俺 L って書いたんだろう頭がどうかしている。はい、失礼いたしました。大丈夫です、わかりますこれで、アイマンと、ホッサさんとアクロモさん、フモさんとリュウちゃんさんは準備だけお願いをいたします。かなりシングルで、回転が早いのですぐに呼び出しを行われると思いますので、よろしくお願いいたします。 B 番台はちょっと一旦開けて、1回戦の、負けトーナメントの方ですね、移っていきたいと思いますね。しばしお待ちください。さあ、ジャンプ S 引っ掛けてタッチパンから下段をガードしきっている。前に出てくるジャンプ S のカウントヒット、ハンマーが対空となる。これはちょっとピオリも見えてきてしまうか。ニッジョリルがカウントヒット、アジミからゴーイング、ジャンプ系ドリキャン中段通して、やはり1ピオってしまった。最大ためブリッツロカイスラ一本選手、ゴンザブローファースト立ち系カウントヒット、空中直がしかしまだ攻めている。コンビネーションダウンを取って、大木攻めは立ち系追っ払っている。アイン世代と、あれ俺アインマンと同い年だよね、俺アインマンと同い年だよね、そうだよね。 2K から足払い、ここで装填に達してます。カシウス投げているがちょっと当たらなかった。 2K 対空は当たらず、ジャンパイスラ置いてある、なんとかして設置を潰していくといった形ですね。コミュニケーションから円 S に対してバスト、ハンマー後ろから来ている、金 S、2S、エリアル、ジャンピーは当たらず、しかしジャンプハイスラからのもう一度飛んで空中投げですね。レレレをガードして透かしてしまった、メッタは当たらず、ジャンプハイスラ通してジャンプハイスラカウンターヒット、もう一度当たらず、円 S 爆弾後ろで燃えてしまうはない。体験引っ掛けてコンボに行く、このままゲージを回収したいが、ラムレザルはハイスラ S 系統を当てないとゲージは回収できないので難しいところです。さあ、マイピータイクちょっとわからなくなってきた。オフロン、あっとダブル KO、 かなり珍しいものを見ましたね。さあ、最終ラウンドチョコレートを食べて引っ掛けていく、ジャンイスがめくりに当たる、ジャンプ系ドリルガードしてコパン飛んで体験引っ掛ける、ジャンプ B 空中戦エースで刺して走ってきた、マイピーオイルが出ている、ジャンプハイスラーカウントヒット、引き合うジャンプハイ、ジャンプ B 追っ払ってハンマー、かなり中距離戦が多いですね。ドリルガードさせて、さあ画面端ファースト、これ以上は無理、ロカイスラーバックステ回避、ロマキャンしてジャンプハイスラーカウントヒットからしっかり繋いでる、うまい空中投げ、空対空を読んだブリッツでしたが空中投げで捉えていました。確かに透かしてめった、2ハイスラダウンじゃまだ死なず、裏ジャイス当てて拾えず、しかし下段通してバスト、ジャンペース爆弾勝った、勝ったのはゴンザブロバスト。人間を敵視する者がかオーバー。多分あ、一応連絡取った方がいいかも。連絡、はい、はい、ではそれでは、アインマンと私と行きたいんですが、ちょっと一旦飛ばします。ホッサさんのクムとアクローマさんのザと A 番内で試合となります。よろしくお願いします。あ、ホッサさんいますね、大丈夫ですね。
さあ、ホッサさんの組むとアクロマさんのザトウとなります。さあ、カイムくんエース蹴っ飛ばしていく。ハヤブサを立ち配したら対空取ってましたね。まあノッカの形となった感じですね。で、影だまりを足腹で消しつつ前に出てくる超電ガン。裏からジャンプイン殴ってドリルは空中直下、立ち配したら今度こそハヤブサで蹴っ飛ばしていく。お互い相打ち、ハヤブサ前 P、 裏にも判定があった。しっかりエリアル超電ガン置き攻め、下段下段金 S 足払い、超電ガンループする。さあ、先ほどと同じ展開、アラハン裏手となり2敗すら広い。一歩選手発作目、ザトはなんか周りに線がちゃんと出るようになってめちゃくちゃかっこいいですよね。ジャンプディバックステップからハヤブサ振ってきましたが、相打ち回して2 S 立ち合いすら6回すら引き合う。素晴らしい反応、うまいですね。ドリルを避けつつ攻めに行きました。タコパン足払い超電ガン下段タグタッチパン拾い、バーストもガードエース、青シーン青シーン拾えず。さあ、本体と一緒に攻めてきたなんかシークレットガーデンみたいでしたね。アラハン決めて勝ったのは発作部となります。おめでとうございます。じゃあちょっとお願いしてもいいですか。完璧な調律だ。さあ、 A 番台でやっていくのが、平岡さん、先輩対アイン会ということで開会です。さあ、負けリーグの方もやっていきますか。そうしましたら、チャップさん対、ごめんなさい、チャップさん対ザームさん、チャップさん対ザームさんいますか。ジアームさんか、チャップさん対ジアームさん、ジアームさん、まだあります、ごめんなさい。1回戦も一応やります。そしたら、ジアームさん、ジアームさんいますか。ジアームさん、ジアームさん、負けリーグでここで対戦です。ジアームさん、はい、チャップさんと、はい、あ、そちらで、はい、対戦です。さあ、 A 番台の方では攻めてるのはアインさんの回。さあ、同キャラなので色で判断していくしかない。さあ、期間使って足払い引っかかる。さあ、体力がミリで削れてしまう。一本取っていくアイン回。さあ、立ち合い引っかかってるのはアインさんの回。さあ、ジャンプスで通して早期攻めは差し系。さあ、期間使って、あー、これ当たっている、あー、これ当たらない。さあ、1飛ばして 2K カウンターから足払いでリッパー決めて6回を2段目を重ねる。あーっと、これはマイピーとベイパーが阻止する。側に P で固めてバックステに遠刺さずがガードしている。リッパー決めて2杯足払いから機関使って引っかかってしまう。足払い決めて、さあ、下段通った。さあ、返す回が見えないと言ってるんで他のキャラも見えません。いい勝負でした。カイウィンウィンストレイト。王を語るとは、オーバー。はい、ではですね、負けトーナメントなんですけれども、1回、今0回戦が終わって1回戦もやっていきますが、1回戦負けてしまってもまだ、試合ありますので帰らないようにお願いをいたします。では呼び出しを行っていきます。 A 番台が、フモさんのエルフェルドとリュウチアさんだそうですね。お待たせいたしました。試合となります。よろしくお願いします。ギルティギアエクザーレブ2
さあ、1P 側がふもさんのエルフェルトですね。 2P 側がリュウちゃんさんのソウルとなります。さあ突き上げ突き上げ着地してガードしている。パインを投げてセットで攻めてくるジャンプエースからこう突き上げですね。マックス射撃マックス射撃昇竜拳通過してカウントヒット。2敗差のヒロに対してバスト5番パインを投げて金 S 暴れ潰し。さあコンフィールで狙っていく立ち系から6敗すら飛び狩りですね。パイン投げて突き上げからの射撃打ち込んでいくショットショット一瞬四隅突き上げ砕けろキキャンに対してしっかり下で待ち構えている。ジャンプD落としてジャンプ S ジャンプハイか射撃射撃打って裏からジャンプハイすら足払い殴っている。パフニールガードして走って捉えたいが捉えられず。はい、では B バンダイが、ロイさんのソルと平岡海となります。よろしくお願いします。ロイさん、はい。さあ立ち合いで勝っていく一本取っていく、ふもさんのエルフェルト。さあ足払い6回惜しかったところ足払い当てて、ああこれはバックステにジャンプエースが下がっている。さあパインは目の前に置かれてどうする。さあパイン投げる爆発、おっとこれは爆発しない。さあエースから立ち合いで、おっとこれはダウンオンする。6回でさあ突き上げ突き上げ突き上げ、さあこれは溜まっている、これは痛い。さあパイン投げてコンフィール、さあこの距離がソル側ちょっと結構めんどくさい。ソルとしてはパインをどうにかしてくぐって進んでいきたいんですがなかなかいけない。さあこれは足払いに 2K が刺さっている、あとこれはこうミスってしまう。さあエースから立ち合いこれ確認ですね、素晴らしい。さあコンフィール刺さってしまってふもさんの勝利ということになります。リュウチャさんはまだ、負けリーグありますんで、よろしくお願いします。それでは2回戦の方やっていきたいと思います。メイマスさん、メイマスさん対なんて読むんだっけこれライアンハンターさん、メイマスさん対ライアンハンターさん、ということで、そちらで番台お願いします。はい、さあ 1P 側がメイマスさんのレイブン、 2P 側が、海外勢のライアンハンターさん。さあ先ほど自分やりましたけどだいぶ強いお方だと思います。この前もちょっと対戦したんですけどボコボコにされましたねさあジャムに行けで降りて、降りてそこに 2P が刺さる。さあ弾がどんどん飛んでくる、空中ダッシュして、さあキンイエスが空中ヒットしている。立ち合いつないでエリアルでダウン取る。さあ弾をどうする負けリーグでやってる先輩の声がはい、では実況戻ります。失礼いたしました。では、メイマスさんのレイブンとライアンハンターさんのベノムとなりますね。
はい、ではこのまま B バンダイ負けトーナメントという読み出しを行っていきます。 TSB ブレイズさんのレイブンと、アクロバさんのザトー B バンダイで試合となります。あ、こちらですね、はい、こちらで。ではこのままですね、 B バンダイは吉木さんとリュウチャーさんが試合となりますので、用意だけお願いいたします。さあモータルカウンター、裏からジャンプスガードして飛んで、まずは距離を取る。リフト投げて2敗したら透かしてキキャン2エース刺していく。うまい、一気に興奮した。これはたまんねえぜ。ジャンプ系ジャンエースはスティンが飛んだところをバッケン捉えている。タシャ広い威力もものすごい感じでしたね。さあまずは一本選手メインマスレイブン、カック攻めてジャンプアイスラ 2K2S 足払いグラザーもインパルス、カックもう一度投げ釣りの6アイスラ、ストラグルは避けて金 S 足払い、シャルフクーゲル下段卓タシャイ足払い、もう一度食らってしまう。タシャイグラザーもインパルス、カックジャンプ S ジャンプアイスラ出さなく立っている。ジャンプ 2K から足払いバーストがすかる形、なんとかして捕まえて置き攻めに来てください。フェアツベイベルトゲージを使って移動技か、それはダサタカとして勝ったメイマスレイブンとなります。おめでとうございます。やはり私は生きた。さあ、それでは A バンダイはどうしようかな。あ、ここか、はい。では首輪さんのジャック王と、トゥーリオさんのイノがエヴァンダイで試合となりますのでよろしくお願いします。トゥーリオさんと首輪さん、あ、いますね。ビバンダイは、どちらが勝ったでしょうか。はい、TSB ブレイズさんですね、おめでとうございます。ではビバンダイ吉木さんとリュウちゃんさんですね、試合をお願いいたします。さあ開幕、お互い一瞬様子見からの音符をガードさせジャンプしたら中段通していくが、ケミカルは当たらず、表現ダウン1、戻ってきたところ投げている、音符を重ねて中段ジャンプエース通してここでバースト、アギスピリドを張って空中投げ捉えているのはジャックを、さあクロックアップ、しかし本体バーストを殴っているのでここで消すことに成功。しかしまだ仲間がたくさんいる。画面端ドプラス投げて家も投げて家設置ジャンパーして3ハイスラですね、こかしてから2ハイスラ、ホバー前に出てくる、ここらで判断ですね、素晴らしい。音符重ねてジャンプ D、 しっかりファジーでガードしている、足元に落として AS 差し返している、カラバダンスガードさして家設置、アイゲスフィールド6ハイスラ当たらず、家も投げて投げている、先ほどから投げ返しすごいですね。さあネットアングル返して食らってしまった、エージョンドライバーまだ残るが捕まってしまうとどちらも怖い体力。さあ爆破ホバーから触ってくる、まずは一本選手トゥーリオイノ、まあ、やはり攻められている時でもホバーですが難しいですが、やっぱカリンさんとかもそうなんですけど、攻められててもやっぱりどっかで前に出て切り返していくっていうのがすごいですね、その判断が。さあ一瞬バスト、いや、投げとかですね、読みつつバックジャンプ返している、画面端ドプラス投げてタッシュアイスラ置き攻め、そのまま出し切って下段として一瞬休み、エース3ハイスラダウンを取ってこのまま細かく刻んで飛んで回避、音符とセットで狂言来るがガードしている、ブリッツ取っている、音符をかわして家と一緒にいるが、このままだとレベルももう3ですので、かなりガンガン来るですね、特にマジシャンあたりがかなり怖いですが、ゼストロマキャンエリアルドプラス吸ってもちろん増した、家も投げて裏タックニス返している、素晴らしい叩き身重ねてホバーからジャイアンス
エリアル、このまま決まってしまうか。一瞬パスを読んで立場を置きましたが食らってしまう。エリシオンドライバーはジャンプに蹴っ飛ばされていきました。勝ったなトゥリオイノ。敗者たちの断末魔がアンサンブルとなって最高の公共学あなた壊す。さあ、このままでは続けていきたいと思います。ゴンザブローさんのファーストとアインマンの回 A 番台で試合となります。よろしくお願いします。あ、今、あ、いるね。はい、了解です。開幕コパン距離を取って爆弾をお互い飛んで回避。ハイスさん強化ハイスラスさん飛んでジャンプ系を回避。2系体育ジャンプアイスラムでエリアルしっかりダメージを取って前 P 体育落として、はい、A B まで勝ったのはヨシキさんですね。はい、ヨシキさんのレイブンとなります。おめでとうございます。それでは B 番台続けていきます。では、リハビリ勢さんのスレイヤーとヤブくんのアンサーとなります。 B 番台で試合となります。リハビリ勢さんいらっしゃいますか。リハビリ勢さんはの試合中かな、ちょっと今一瞬見当たらない感じですが、じゃあ、もし今これ声聞いてましたらお越しください。一回ちょっと飛ばします。では、ガンガルさんの回と TKC さんのジャム B 番台で試合となります。お越しください。ガンガルさん TKC さん、あ、いますね、すいません。いや、この後に、リハビリ勢さんと、ヤブくんの試合を行いますので、リハビリ勢さんは声聞こえてましたらお越しください。さあ、実況戻ります。コパン 2K からの足払い強化チャージ、置き攻めはもう一度スプリットしている。ロックハイスラ1段目からのキャンセルチャージ、立ち系ロックハイスラ足払いはガードをしっかりきっちり固めていきましたが、飛んだところはしっかり落としている。このまんま殺しきっていく。キーパーソン使ってしまって空中投げ、最後ですね、バーストを読みつつ垂直ジャンプで、エリアル行ったんですがジャンプアイスラが当たらなかったといった形ですね。いつでもお相手します。あ、バスト読みじゃない。正気に戻りました。そんなつもりではなかった。はい、それでは A 番台ですね、呼び出しを行っていきます。じゃあ、ふもさんですね。ふもさんのエルフェルトと、ホッサさんの組む A 番台で試合となります。よろしくお願いします。リハビリ勢さんはどこかに、いますね、すいません。そうしましたら、じゃあ、今ガンガルさんと TK シーターがやってますので、その後ヤブ君と B 番台で試合となりますので、よろしくお願いします。あ、ちなみにやはり先ほどの垂直ジャンプはじゃん、あのバース読みでした。バータイでしたね。さあ、開幕足払いを飛んで回避。パインと一緒に本体が攻めてくる。打ち込んでちょっとダウン追い打ちでパインが爆発しちゃいましたね。裏から突き上げ殴っていく。足と拳どちらが強いかといった感じですね。足技対拳といった感じですね。ネットグル返して画面端投げている。超電眼機関から裏から殴ってくるがしっかりガード、しかしそのままダウンを取っていく。ジャンパイスラ、ジャンパイスラじゃない、タシアイスラ。超電眼 2K2K 細かく刻んで2ハイスラ、今回から 2K2 ハイスラがつながるようになったので、かなりコンボにも行きやすくなったそうです。さあ、コンフィール距離を取ってパイン一緒に来るか、なんとか触りたいエルベルト。6ハイスラガードしてパインジャンプディを空中ガード、はやぶさ目の前に落ちてしまった。打ち込まれてしまう。コフィルキキャンブライダルからブライダル金エス拾い、ジャンハイジャンディ落としてジャンプハイ殴って
エンゲス石まで突き上げ、シャットショット機関から細かく刻んでバーストが当たらず、しっかり見ていました。まず一発中フモエルフェルト、超電軍が構えたところに当たってしまう。カム抜けして突き上げに対してハヤブサ落とし、かかと落とし決めてハヤブサ、マイピー受け身は取らず、立ち合いすらローマキャンダストコンボ、超電眼金 S2 杯すらジャンパイすら落として、超電眼ブリッツブリッツ取っているが、制しているのはホサクム、ちょっと追っ払ってジャンプ S、 一瞬休み転がって口出し、超電眼返している、ゆっくりとした動かし方、動かしたら真剣アラハンは当たっている、表で当たってしまった。ちょっとやはり今の距離だと裏当ては難しい感じですかね。タッパイン投げてこのまま攻めを継続、マイピー中段からしっかりジェノワーズジャンプで落として置き攻めが始まる、マックス射撃パインと一緒に爆破されてしまった。このまま、いや受け身が取れているが、このまま攻め切っていく、勝ったのはフモエルフェルト、素晴らしい。ではすいません、お待たせいたしました、リハビリ勢さんのスレイヤーとヤブくんのアンサー B 番台で試合を取ります、よろしくお願いします。はい、では A 番台ですね、メイマスさんのレイブンと、トゥーリオさんのイノですね、 A 番台で試合をお願いいたします。ジョニオはあれですね、今ちょっと病院の関係とかで遅れてるみたいです。まあもうそろそろ来るんじゃないかなと思います。向かっては頑張って向かっては来てくれてるそうです。開幕バッケンちょっと読みすぎたが、大木が育って2敗皿着地をさしている、うまい滑空から攻めている、バッケン届かず、大木も飛んでかい、滑空通して足払いからシャルクーゲル、なあ前投げ素晴らしい、2敗皿エリアルコンボ、立ち合い広い狂言からもう一度 2S 横蹴り音符重ねてデッドアングルも読んでいる、窓際立ち合い広い空中出しコンボ、このまま殺し切っていきますね。まずは一本選手トゥリオイノ、開幕ニュース競り勝っている、読み勝ち、2敗すら透かして横気味、音符を重ねて揺さぶっていく、投げ総裁かなり反応ですね。さあ前投げ、やはり投げ返し素晴らしい、うまいですね。大木でバースを透かしてはいましたが、画面端連行されているのはトゥリオイノ、角落として 2K からグラウザムインプルスに窓際、マイピー、マイピーじゃねえか、空中ジョークがしのいでいく、縦蹴りをリフト追っ払って角位置が入れ替える、もう一度リフト、さあ地上から走って角ジャンプスデッドアグル安全に切り返して一瞬ケルトライを警戒、投げて音符を重ねて一瞬休み、まあ、やはりガードをしながらもゲルトライアーですね、入力はできるのでその辺を警戒しているのでしょう。さあしっかりと対策していきます、2敗戦に対して今度こそゲルトライアー倒すことに成功、残るか残らない、取り返していくメイマスリム、はい、では B 番台呼び出しを行っていきます。ジアームさんのラムレザルとロイさんのソル、B 番台で試合を取ります。あ、ロイさん後ろにいらっしゃいますので、さあ、角ジャンプしたら位置入れ替わってデンジャータイム限界、これは痛い指導となってしまったが、しかしお互いゲージがある、あー裏に行ったと思ったが、蹴るトライヤー蹴られている、ペロリとナメルが使わない、
横蹴み当たってしまった。一瞬バスを警戒、投げている、いい反応、音符が当たってしまった。本体にもなんとか切り返してはいたんですが、飛び飛びに当たってしまいましたね。変わったな、トリオイノ素晴らしい。ちなみに FF7 は私、クラウドがあの記憶を取り戻したときに乗り物酔いもついでに思い出しちゃうっていうのが結構好きですね。ユフィがいると聞く手かなんかですげえうなだれてるのを見れるって感じのありましたね、懐かしい。さあでは A 番台はアインマンの回とふもさんのエルベルトですね。 A 番台で試合となります。よろしくお願いします。すごい乗り物酔いひどいんですよね、クラウドってよくわかんないんですよね。さあ行こうよみんなとか言ってさらっとした爽やか青年だったのに、アドベントチルドレンだったらまたちょっとみたいな感じになっていますね。開幕お互い距離を取ろうとしたところを前に詰めていく形になった。さあ2敗戦通してパインを投げてガードを直下でしのいでいく。バクステキンエス、ちょっと確認がもくれてしまったか。ショットショット小突いて一瞬バクステ様子見て、ちょっと弾を消していく。ゴロン転がって強化チャージ、置き攻めはどっち、イエス、ゲナタク選択、ここでバスト、コンフィール間に合わず突き上げからショット受け身狩り、パインを投げてバカ 2P から6回すらスタンキアネ攻めてくるが空中ブライダル、カウントヒット拾えないが結構いいダメージ、気づけば体力は結構減っている。6回したらガードさせて円安バック正回避、走って2杯したら当たらずブライダル直下していますがちょっと距離が足りず、さあ足払いから強化チャージ、やはり 2S 下段時多め、もう一度空中投げは捉えられず、6回したら固めて足したら暴れ潰しは当たらず、空中投げ捉えてる素晴らしい。6回したら2段目ニエス、ロックハイすら1度目確認、空中投げ素晴らしい、めちゃくちゃいい反応でしたね。まずは一本選手アインカイ、はい、ではこのまま B 番台続けていきます。 TSB ブレイズさんのラムレジネ RV だからレイブンですね、レイブンと YOSHIKI さんのレイブン同キャラとなります。よろしくお願いします。 YOSHIKI さんは後ろに、はい、実況戻ります。エース2ハイステラパイン爆破突き上げショットショット、エリアルコンボジャンプハイステラ落としてガーフルートに行く、突き上げからブライダルショット拾ってなし、このまま決まってしまうか、リッパーバレも読んでいる、きっちり最後まで抜かりがなく読んでいきますね。警戒している、取り返していくフモエルフェルト、バックスでショット回避3インチ、なんとかして逃げたいが中央に戻ってくる、しかしテイクダッシュジャンエスを射撃で追っ払っていく。再び画面端立ち合いすら6回すらブライダル金エス、もう一度すげえコンボ、機関からちょっとずらしていく崩し、ここでコマ投げためブリッツからコンボきっちりつないでいく、突き上げからショット、このままガフルト、いや行かず逃げバースト待って金月広い、最後まで素晴らしいパーフェクトでした。勝ったのはフモエルフェルト。では一旦 A 番台も負けトーナメント進めていきたいかなと思います。ではリハビリ勢さんのスレイヤーと TKC さんのジャムですね、 A 番台で試合となります。リハビリ勢さんはいますね、あ、ちょうどすぐ左にいますが、はい、TKC さんですね。みんな結構嫌いですけど、俺 FF8 好きなんですよね。アルティマニアとかで設定結構読み込むとまた違った見え方で個人的には好きですね。
あ、そうだったんだなって。さあ、Kパイル、パイルにここでバースト。ゆっくりとした立ち回り、前ちょっと技が見えていましたが、そしているのは PK シージャム、やりづら広い保守 PK 派生キャップ戦利からの龍神、中段はガードしてはいましたが、ロカイスラヒットして円安からローマーキャン、2杯皿、空中ダッシュ、裏から助け、2杯皿、しゃがみくらい、足だけ溜めて、重、いや、裏、裏ですね、どっちか分かんなかった、今、特殊剣道ですね、さあ、噛みついて、ダウン押し、激輪、危険から垂直気味に降りてくる、まずは一発でしょ、TKC ジャム。開幕ロカイスラマッパ直側していましたが、ジャンプディフットルースマイピー総裁、空中投げ、空中ダッシュ、ジャンプディ画面端、無敵マッパ切り返し逃げ、足払いに焦がしている、ジャンプディ中段タックとして K マッパロマキャン、マッパマッパガンガン攻めてくる、ロカイスラガンさせて前捨て、吸血は紫でフォロークロスファイズ当たらず、ジャンプディよろけ、しかし暴れている、龍神激凛一瞬報酬です、かして龍神危険から中段2杯皿激凛、2杯皿広い PP 派生、2杯皿足払いからホチフ PP、 さあ勝ったのは TKC ジャム、ではこのまま呼び出しを行っていきます。ロイさんのソルと、ヨシキさんのレイヴェンとなります A 番台で試合となります、よろしくお願いします。申し訳ない、俺が拾ってしまったせいで。ここから集中していきたいと思います。では、ロイさんのソルとヨシキさんのレイブになります。神尾くんニエス足払い刺している、ニエスこちらもお互いニエス打っている、シャルフクーゲル投げて滑空からキエス、ここでガード距離離して走ってくるが、ピーリヒト2杯すらグラザムインプルス距離離してシュベルスベルク、シャルクーゲル置いてあるバッケン飛んでるところを捕まえてる、すごいところが見えていた、滑空ちょっと重ねられず、2杯すらからジャンディディパフニール、マエピー立ち合いジャンプディ、ここでバースト、一瞬距離を取りましたがガンガン走ってくる、足払いベルクすかして円安滑空を潰していく、さあ空中リボルバー今回から、2ヒットとなりダウンが取れるようになりました、リボルバーからジャンプ D ロマキャンでフォローしてきっちり決め切っていく、まずは一本選手ロイソル、シャルクーゲル投げてバケン捕まえて、シャルクーゲルゲナンダク、すかし画面端ボールかリバーサーで割っていく、コパンすかしてブッキラ、お互い駒だけがある、ジャンプディディパフニール前パン、他社員上りジャンディ砕けろから前パンリボルバー、置き攻めはジャンパイスラ重ねて 2K ロマキャンパフニールバータイコンボ、一瞬警戒しましたがバスは使わずしのいでいく、このアドバンテージがどうなっていくか、各立ち合いすらガードになっている、マイピー体育出ていましたが相打ちになってしまう、ロックハイすらカウンターヒット、キングスここでバースト砕けろ、キキャンでジャンプディ追っ払おうとしましたがそこには誰もいない、垂直ジャンプジャンプすら立ち合いすらから空中ダッシュジャンピー捉えている、ガフレーム赤キャンジャンプ2K をジャンプすら捕まえてきっちり捉えている、軽
勝ったのはロイスル、素晴らしい。はい、ではお待たせいたしました。ではトゥーリオさんのイノと、フモさんのエルフェルと A バンダで試合となります。アドリブコンめちゃめちゃ上手かったですね。で、この後、TKC さんとロイさんが A バンダイで試合を行いまして、勝った方と、今 A バンダイを行います、勝った方と、試合となります。ロイコンはあれですね、ハイジャンプでやるといい感じですね。普通の、空中ダッシュだとジャンプ以降、ジャンプの速度とかも関係していて、なんだろう、ちょっと拾いづらいんですけれども、これをハイジャンプで空中ダッシュすることによって素早く相手に追いつくことができるので、そこで PPK みたいな感じで当てることができます。さあパイン重ねてショートショット突き上げ、このまましっしっかりゲージを使って窓際割っていく、裏から下段音符を重ねてブリッツ取っている、待って、ブリッツ返しを狙おうといったところでしたが、ゲージは使わず、よけみキャンからとジャンプアイスが通している、音符が向こうに行ってしまった、横けみ当たらず、爆線距離を取っているが、なんとか触っている、ジャンプエースからの着地下段、いやらしい攻めが続く、音符がやはり当たらない、キーパーさん漏れてしまったが空中だけ捉えている、すさまじい判断、一本選手トゥーリオイノ。さあブライダル空中ね、カウンターヒットですね、空中ダッシュ通してパイン投げて突き上げからの突き上げ、ジャンプエースからダウンを取ってブリッツ取ってはいましたが、ガーフを通すことに成功、ジャンプビー暴れて空中投げ、画面端位置が入れ替わる、ジャンプ系重ねて下段、音符重ねて 2K 大木から 2S 横組み追加入力、縦組み足払いから窓際均一広い縦組み、このままなんとか殺し切っていきまし行きたかったんですが、バーストを通すことに成功、音符機関からジャンプしたら音符今度こそヒット、最後の最後で当てていきました、勝ったなトゥリオイノ。お待たせいたしました、それでは TKC さんのジャンプとロイさんのソロ A バンダイで試合となります。さあトゥリオさんから今夜の25段がさらばということなので、おそらく次回は夜の賞金組と名前が変わっていることでしょう。あれ、あ、そうですか、なんか段位が変わることも一応変えてるのかなと思いました。あ、さすがにトゥトゥトゥマシェリにまた戻す、懐かしのフラッシュ時代ですね。さあ負けトーナメント決勝戦となります、 TKC さんのジャムとロイさんのソル。開幕リボルバー直がしっかりできている、バーストが使ってしまってポジティフ PP、 タッチ系ガサに対してここでボルカ振ってきますが、バースト龍神いってしまったが、コパンからブッキラー通して SS ハイボルカニックバイパー叩き落とし、大木攻めはどうする、ジャンプしたらデッドアングル4で走ってブッキラー2敗すらからジャンディンディーパフ、前パン立ち合いに上りジャンディックだけど、前パンリボルバーガフレ、キャンから下段、そして走ってブッキラー、めちゃめちゃ駒投げ通しますね、意識外といったところでしょうか、前パン6アイスラガフレフィントからガフレキャン、空中出しからのすかし下段、一本選手ロイゾル、プリンガーパフニール、エンゲス立ち合いすらジャンプ KD 砕けろ、ボロカニックバイパー叩き落としは当たらず、両陣危険から中断ガードして特殊剣道激輪までしっかりガードしている、
差し回りで星夫なんとか取って攻守入れ替えていきたいところですが、裏からジャンパイステラ殴って、ジャンパイステラトス、逃げ逃げ、龍神激天狼激凛ダウン取って、アス投げ溜めて龍神ロマキャンから100歩千里2敗すら受け身狩りの100歩当たらず、しかしカウンターヒットビヨってしまって流れるように取り返していく TKC ジャム素晴らしい。早くエースバックステスカシカの6回差し返し、マイピーカウンターヒット、プリンが他者拾い、ジャンケーディリボルバー、マイピー暴れ潰し、パフニールを禁煙性投げていく、ジャンパイスラ捉えて、ジャンケー当たらず2敗すらカウンターヒット、ジャン SS が当たらず、飛んで位置入れ替わる中央ロカイスラ前に出てきたのを捉えようとしたところでしょうか。ここでバストキャッポ千里ボールか、すかしてしゃがみくらい禁煙指導、どっちだ、裏タクジャンパイスラ龍神機関からかなり展開が早いですね。あさなぎ漏れてしまったか、しかし幸い安く済んだ、逃げバック正解差し返して走ってきたところ暴れている、さすがにもう食らえない、ボルカを透かしてホシフ P ですね。勝ったのは TKC さんのジャムとなります、おめでとうございます。読みが冴えてましたね、後半一気に負けてきました。さあそれでは本日の大会決勝戦となりますトゥーリオさんのイノと、今勝ちました TKC さんのジャムとなります、よろしくお願いします。自分が火傷すること覚えろ。はい、では決勝戦ですが日本選手となりますので、1回負けてしまっても、まだありますので日本選手となりますので続けちゃってください。開幕ゆっくりとした立ち回り、ダウンを取って足投げを貯めていく、2敗したら妖艶客円安から空中ダッシュ、2敗したらここでバーストカウンター、対空取っている激凛から追撃を行かず貯めて足払い、妖艶客ロマキャンから TS に入ったら、あ、足合わせですね、セットしました、友人激凛下段ブリッツホバーからの逃げ、ブリッツ会社制している、お互い打ち堅牢が出ていたって感じですね。激凛爆臭から激凛、さあどうする、なんとかして捕まえればといった形ですが、ジャンプ系さあここでなんとか奥さん逃げることに成功、ホバーからジャン逃げ横蹴り追加、奥さんは裏下段からゲージはあるのでなんとか切り返していきたいところですが、さあ裏タックしっかりガードしていますが、デッドアンゴール読んでいるがブーメラン戻ってきた、さあまずは一本選手 TKC ジャム非常に流れがいい、ジョニーは多分10時過ぎぐらいに到着予定だそうです。さあ 6K からジャンプ P 立ち合いすら足払い横蹴り表タックを割っていく垂直ジャンプ、妖艶客裏から6回すら投げてここでバースト、足投げキャン、妖艶客波紋客から、波紋客じゃないんだっけ今、さあ限界はガードして足払い刺している、ここでバースト、オーバージャンパイスラ、ジャンパイスラ、ジャムが空中戦勝利している、龍神直下して立ちハイスラ2ハイスラ、さあ1回目まずは1本取ったのは TKC ジャム、
相手のランクアップマッチを確認するとトゥリオさんはこちらの方を見てくるので笑っちゃうんですよね。さあ激凛ガードしてキングス体育100歩千里バースト、ハイスラ狂言から空中投げ、ジャブ系空中出しから捉えてバーストもガード、少し間が空いたところでね冷静さを取り戻したがデッドアングル安全に切り返していく。ロック系からジャンパイスラ、立ち合いすら暴れ潰し、上りジャンパイスラが痛いコンボとなります。ゲージを使わなくてもロックハイスラーきっちり決めていきます。まずは一本選手トリオイノ、さあホバーからのフォルキャンジャンパイスラーですね、すごいカクンと落ちてきましたね。叩き身重ねて足払い、よく見当たらず距離取ってロックハイスラーの硬直に刺していきます。途中 PP から置き攻めは妖艶客ロマキャン、ロカイスラ当たらず、ロカイスラ暴れて大木切り返して、よっけみキキャン、お互いキキャン、よすみから出さなくて立って、ロカイスラカウントヒット100歩千里2敗すら広い PP、 スカッシュのバックステ側にはならなかったですね。トンプ重ねてジャンプ D カウントヒット限界、ジャニセンス杯狂言落として、どっちだ剣道処理剣打っていく、キャン空中だけ捉えたかったが逆に投げ返されている。よっけみスカッシュ、お互い打ち足払いダウン取っているのはイノ、音符重ねてバーストちょっと待ったがギリギリ当たってしまうが飛んだところをタシマン体育11取り返していくトゥリオイノ。さあ再びこちらを向くトゥリオさん、開幕バックスで距離を取るが6回したらヒット、2回したら足払い1段目、6回したらヒットキャップ走ってきた、ニエス暴れ潰し、位置入れ替わってよけみしゃがみですかす、田島体育裏もきっちり落とす、ニエスラ足払いキャップに対して金バースト、ハイスの狂言ギリギリ距離が足りなかった、落とされてしまう。ゲゲリンガードして助けを透かしてジャンパイスラ透かしたところを体育音符キキャンから本体攻めてくる、龍神にヒット、対空の地上の消毒ですね。たたけみから空中出しコンボ、たたけみ S 杯狂言、もう一度ジャンパイスラ狂言落として音符重ね、空中から当てての投げ、たたけみからジャン S 杯狂言からジャンパイスラ狂言、消毒は受け身狩り成功せずがしかしダウンは取れている。友人からロマキャンジャンパイスラ攻めを強縮して裏からタメブリ最大を殴っていく、激凛から2敗すら拾い取り返していく TKC ジャム、取り返しない、まだ一本選手ですね、精度しました、密度が高すぎて取ったかのように思いました、精度しました。さあ 2K から2敗すら足払い、2敗すら重ねて足払い、もう一度空中ダッシュから着地投げ、垂直ジャンプ大木で処理を透かしてここでバースト、足投げためてキャン龍神激凛めくりをしっかりガード、大木ガードしてよけみキャンから縦けみちゃんと直下して押し置き素晴らしい、大木6回と噛み合う音符落ち落ち落ちすごい空中投げ、画面端ジャンパイスラ中断として空中出しコンボ、縦けみからタッチパン黒ビートになってしまうがきっちりコンボ決めて取り返していくトゥリオイノ、落ち連発で取ったのすごいっすね。大木としてよけみ音符重ねて落ち、フピッピーは派生は当たらず、しかし凄まじい、これを見せられてしまうとちょっとわからなくなってきますね。弱い客キャンからジャンプ入ったら裏からの中段、ロケ重ねて 2K 透かし狂言透かしよっけみヒット、ジャンプ入ったら落として、落ち落ち落ち、すごいマジですごい、田島ジャンプ入ったら空中戦、ジャンプ入ったら地上、そしてバスト、一瞬落ち着いた形で様子見から走って足払い差し込み、エリアルコンボ剣道角激凛、
パチ系ゲナンタク50ピピ空中ダッシュすかしての投げ、このままゲージがないのでまだ終わりませんが、ここでバーストを通すことに成功。マイピー、マイピーじゃねえか、デッタングルか、タイバックを通すことに成功。足払いよく見、音符重ねて、今度は星失敗してしまったか、叩き見叩き見、田島広い、このまま追加どうなる、ダサダ空気感飛び道具判定を利用して攻めを継続してきました。ここで新要素を勝ったのはトゥーリオイノ。本日の目標シングル大会優勝はトゥーリオイノとなります。おめでとうございます。一瞬待ってからのダストアタック、危機感飛び道具判定、上段重ねてもう一度本体が攻めてくるといった最後の勝負どころでしたね。素晴らしいランクアップはさせないと力強いトゥーリオさんのお言葉がありました。